どうもこんにちは、サイヤ人です。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。いつも通りのテトリス戦ですね。DT 捕獲開幕 T3 だけど、DT 捕にしましたね。まあ、あのツボは、開幕 T3 に派生するパターンもあるんだけど、DT 捕にしていく。で、ちょっと相手が開幕攻撃送るの遅れてるのに対して、こちら DT に組みましたね。さあ、ここまで組み切れば相当強いぞ。相手がかなり効率よく火力を送っても、相当有利になれる連の積み込みですね、これは。6連、7連、T ミノ、S ミノ、J ミノ、L ミノ、S ミノ、O ミノまでの13連までかな。13連まで続けば、もうほぼほぼ勝ち確になりますね。さあ、しっかり、相手の火力がちょっと途絶えてたのを確認して、連積み込んで刺していく。今度は、開幕 TSD。お互い開幕 TSD だけど、俺はインペリハゼ。それに対し、相手は、普通に、どんどん T スピンダブル打ってる感じですかね。これ、ドネイトで T スピンダブルしてるけど、ちょっとできれば総裁外したかったかな。総裁外したい挙動をしてたけど、ちょっと総裁が外れず、で、さらにここで大見のれドネイトして TSD からのテトリ。下穴も相当強いんで、これは強いですね。下穴がめっちゃ良かったんで、さらにテトリスと打って、また T スピンダブルと。で、もう総裁を外せる地形も整ってますから、これは非常に、まあ、地形も良かったし、下穴も強かったんでね、それが噛み合った感じですかね。さあ、お互い DT 砲の構え、で、こちら DT パフェの構えですね。TSD から大美濃でパフェある。それに対して相手は、T スピンミニからテトリスで T スピンダブルか。下穴もいいんで、これはどうだろうな。5分ぐらいかな。パフェ取れたけど5分ぐらいですね。一回、Z ミノ、T ミノと削ってから、5連までの S ミノ。T スピンシングルからの、T スピンダブルですね。で、まあ、下穴は直列までしっかりたどり着いて、こっからですね。STMB 警備で、T スピンダブルからテトリス。で、ホリレンで、エルミノまで。何するのよ。それをしっかり受けてからの、テトリス、エルミノ、ゼットミノ、エルミノまでの、3連ですね。しっかり総裁外して相手火力を送ってきて、テトリス、ティスピンダブル、触ってしまうか。あ、これ相手の火力高かったっすね。まとめ打ちでどんどん総裁外して火力を送って、ちょっとでも俺のアイミノの置き方も悪かったかな。アイミノの置き方はちょっと縦置きが刺さりやすくなってしまう置き方だったんで。それがちょっと敗因の一つにもあったかもね。置き方も悪かったっていうのもあって、相手のまあ火力の送り方も良かったですね、これは。さあ、これ相手ホリルン噛み合って、テトリスから5連までのジェルネイルが強い。こちら STSD 作ってたけど、普通にもうちょい普通に行った方が良かったかもしれないですね。ちょっと STSD を組んでしまうと、あまり地形が良くなるっていう地形じゃなかったんで。無難に行くべきだったかな、今のは。さあ、総裁当たってって、LJ イルジョンとエステティックマジック。さあ、ここで総裁外して、テトリス、ティスミナブル。S ミノ置いて、エルミノの先読みっすね、これ。で、TSD テトリスから、S ミノ、アイミノまで強い。大ミノで、ちょっとドネイトしようとしてるけど、そこに T ミノを使うと、T ミノがちょっと足りないんで、やっぱり妥協しましたね。妥協して削ってって、2ライン消し、テトリスで TSD の屋根作って、TSD だけど、T スピンシングルですね。T スピンシングルで、T スピン再び作って、相手も TSD、それを操作外して T スピンダブルから、ちょっと血が悪かったんで、一回積んでますね。さあ、先読みして、2連発テトリスから TSD の先読み、で、さらにここで、強気にダブルダガー組んでって、T スピンダブルから T スピンダブル。で、さらにホリレンのルートですね。アイミノ、T ミノ、S ミノ、J ミノの2ライン消しからの L ミノの、までかな。L ミノまでですね。この試合は、ダブルダガー組みに行ったのが良かったかな。ダブルダガーを、強気に組みに行って、まあ、相殺することも可能だし、T スピンの、その、相殺分があるんで、積み込むことも可能なんで、それを積み込みというか、総裁分用意した上での積み込みで、2発ダブルダガー打ってからの連が強かったかな、これは。仮にね、火力送られたとしても総裁できるんで、その間に積み込むっていうね、ことができますから。これが非常に、強かった勝因といった感じですかね、はい。
もう一つ見ていきましょう。ああ、このツボか。開幕 SZ は DT4 を組むパターンか、あ、間違えた。1.5 倍にしてしまったが、申し訳ないです。1.0 倍にして、あ、ちょっと早送りしてしまったが、ちょっとご了承ください。あのツボはね、DT4 を組むパターンか、なんだっけ。開幕 T スピンシングルか。開幕 T スピン TSS 組むパターンの大体2パターンに絞ってますね。と言ってる間に刺さっていく。相手の T スピントリプルを強気に総裁外して、TD アタックが強かったですね。受け切れんのしっかりライン計算した上での総裁外しからの TSD からの TSD か。が強かった、今の。さあ、相手の直列が強い、これは。DT 砲組んでるが、ちょっとこれは警戒しなきゃダメだろ。DT 砲打ち切る。それを総裁外されてテトリスを送られる。おっと、間に合わず。これは、まあ相手直列、すげえいてたっていうのがあったけど、ジェイミの置いてアイミの間に合わせようとしたけど、ギリギリ間に合いませんでしたね。さあ、これはちょっと、間に合うと思っておそらくやったけど間に合わず。さあ、TSD パフェ強い。DT4 使いが一番警戒しなきゃいけないテンプレスね。TSD パフェは。さあ、しっかりアミミ方から火力作っていってるが、これは不利だぞ。今のは2ライン消しで掘るべきだったな。右側で2ライン消しで掘るルートがあったんで、それで掘って、掘るべきだったね。ちょっと見えてなかったな、これは。さあ、そのシングル消しだったかな。で、ちょっと妥協してしまったんで、その間に火力を送られて刺さっていく。まあ難しいね、ああいうところのね、やっぱりね。さあ、DTTKI で総裁外してから、TSTTSD からの掘り連のルートで、エルミノ、ジェミノまでか。相手も、火力重視の TSD、さらにテトリス。それを総裁外してテトリス送ってるが、これはどうだ？やっぱ間に合わないか。おっと、貫通した。これたまにあるやつですね。今、T ミノが貫通して、なんとか打ち切れる。さあ、どうだ？これはワンチャンあるか？アイミノ削って。S ミノをギミスした。相手 T スピン、なんとか打ち切れて刺さっちゃうか。この試合は、あ、まあ、これは狙ってないですね、正直。これは、実戦でやってた時も、まあ、狙ってはないですけど、T ミノが、T スピン作ってる時に刺さる場面だと、T ミノが貫通して T スピンになることがあるんでね。で、それをうまく利用し、結果的にはまあ利用して、耐えたけど、まあ結局 S ミノの置きミスで刺さっていきましたね。あ、これはまあ正直狙えるもんじゃないからな。ただ、上部でまあどうしようもないって時に、T スピン組むと、ネクストで T ミノがあれば、ああいう風にできるという可能性はあるということですね。まあかなり、狙うのはまあ難しいですけど、どうしようもない時にワンチャンあるといったところですね。無理やり T スピン作りに行って、あー、T ミノ行って間に合わなかったって諦めるんじゃなくて、それで競り上がっても貫通で T スピンが打てたりするんだ、するということですね、はい。ただ、まあ大体は貫通する時点で T スピン打ててもその後刺さっちゃうってことが多いんだけどね。今のは、刺さらずに T スピン打った後、まあラインが余裕があったんで、刺さらなかったけど、まあこれは珍しいパターンですね。基本的に火力どんどん送られてる時は、上部まで競り上がってるんで、仮に貫通したとしてもその後刺さってしまうパターンが多いですから。さあ、今回は、お互い DT4、DT4 含んでて、総裁当てましたね。総裁外そうかなーって迷ってたけど、結局総裁当てた。さあ、下穴は良さげだぞ。下穴は、浅げ。下穴浅げだから、まあ、なんとかなりそうではあるが、相手も火力どんどん送ってますね。テトリスよ。ちょっと考えてる。それを総裁外して、エスティティックマジック。エルミノで削っていって、2ライン消し。2ライン消しテトリス。まあ、穴いいんでね。引き続き穴がいいんで、これは問題になったと。TSD からテトリス。で、さらに T スピンダブルテトリス打つかと思ったけど、妥協して掘りに行きましたね。さあ、これ相手強いぞ。ファンデーション、8年まで。2ライン消し、2ライン消しを削ってるが、間に合うか。あー、間に合わず、ちょっとテトリス間に合わなかったですね。まあ今のは、まあ2ライン消し、じゃあ、自利品というか、まあその後、押し切られてしまうんで、無理やりテトリスにするしかなかったけど、結果的にはテトリスが間に合わなかった。まあこれは間に合わせない相手の火力が高かったっすね。
さあ、インペリルートで、インペリ派生。TSD からの、ちょっとここ掘っていきたいところだが、掘っていきましたね。掘ってって、TSD 作って、T スピンダブル。それに対して相手 TST なんで強い。T スピントリプルはやはり火力が高いですから。さあ、相手ミスったけど、こちらもミスっていく。大丈夫か、これ。ギリギリか。ギリギリ。しかし、ちょっとうまく T スピン組めなかったけど、相手が S ミノのキミスで、さらに、アイミノの、ていうか、リカバリーができずに刺さっていく。まあ、これは、相手のキミスが致命傷になっちゃいましたからね。結構不利だったんで危なかったけど、キミスしたところをしっかり、まあ、リカバリーさせずに、火力を送って刺していくと。相手 T スピンダブル組んでるけど、割と地形ぐだってるんで、これは、積み込みに行きましたね。おっと、しかし、T ミノの置き見せしてしまう。まあ、これはしょうがないブレイクな。しっかり、相手が火力ぐだってるってとこを見て、まあ、積み込んだっていうだけでいいんで、内容的には。しかし、まあ、置き見せ致命傷になっちゃいますね。置き見せはまあ、しょうがないと割り切るしかないんで。まあ、積み込めたっていうだけでも相手見てるんで、しっかり。まあ、こういうのは、いいとしましょう。あ、T ミノ、L ミノ、I ミノまでの堀のルートで7連、結構強い。それを受けてからエステティックマジック。不利かな。不利っすね、これは。2ライン消しで。ギリギリか。ちょっと相手下ってるぞ。I ミノ、2ライン消しで相手、I ミノをキミスして、こちら、大丈夫かこれ。I ミノ、超えて2ライン消し。その2ライン消しが刺さっていく。これも相手のアイミノの置きミスがなかったらこちら刺さってたけど、アイミノミスってしまいましたね。さあ今のは、究極のグダグダ試合。まあ、これ以上にないぐらいのグダグダ試合でしたね、完全に。本当にもう、100戦やって1戦起こるか起こらないかぐらいのグダグダ試合だった。さあ T スピンミニで BTB バックトゥバックつけといて、総裁外す構え。まあ、地形がいいんでね。総裁外しからの、テトリス、TSD。から、T スピンダブル。まあ、地形いいっすね、これは。地形いいけど、一回削ってって、アイミノ、エルミノまで。アイミノ、エルミノまでのホリレンのルートが刺さっていきましたね。まあ、これはまあ、火力作ってもよかったけど、まあ、掘り切れる場面はホリレンの方が基本的には強いんで。無理やり火力でバックトゥバック維持して T スピンダブルテトリスって連打してても意外にね、その戦況が変わんなかったりするんだよね。だからまあホリレンが見えるときは基本的にホリレンに重視した方が強いんで、ホリレンを意識しましょうということですね。ホリレンのメリットとしてやっぱりその相手に穴場を送ることができるので、まあこんな感じで、まあ相手に穴場で今言ってたと思うんだけど、まあ刺さんなかったとしても、状況的にね、戦況的にまあ有利になることが多いんで、バックトゥバック付きの T スピンダブルとかテトリスの攻撃ってまあ5ライン攻撃なんで、最悪結構直列で行くと相手の養分になっちゃう、なっちゃったりしたりするんだよね。それに対して今あれ、ホリレンだと結構まあ細かい攻撃が送られるので、穴場になりやすいというメリットがありますね。まあもちろん T スピンダブル、バックトゥバック付きの攻撃でも穴場になる時があるんだけど、比率的には、連の方が穴場になる確率は高いんで。まあ、そこら辺を、掘り連を意識して、しっかり有利を取るということが重要になりますね。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。